ああ、じゃあ、オールナイトニッポンでの目標をね、皆さんに言っていきたいなと思ってます。オールナイトニッポンを決める、ショールーム期間での目標をね、皆さんに言いたいと思います。止めてみます。 こんばんは。ちょっと今日メイク薄いかもしれへん。 こんばんは。初見です。ありがとうございます。こんばんは。あ、そう、ごめんな。目標はまず第一として、ちょっとごめん、書いてるからちょっと無言になっちゃう、ごめんな。 待って、消しゴム、ホワイトボードのさ、消しゴムさ、買ったのに 持ってくの忘れたわ。ティッシュで消します。あと30秒ぐらい待ってください。 はい。あ、ティッシュあるから大丈夫。これは目薬用のティッシュだったんですけど。はい、発表します。私のこの期間中での目標はこちらです。反転してるこれ。 反転してるかな。もう言いますね。1つ目は、松尾とさくらの存在を多方面に広げる。反転してない。どうしよう。 どうしようか。 してない？どういうこと？大丈夫？あ、大丈夫なん？大丈夫？私の方では反対になっちゃってるんですけど、大丈夫なんと。 OK。 松尾とさくらの存在と方面に広げる。なんかショールームのアプリ開いて、 NMB48 の初期生イベントやってるやんってなって、ちょっと覗いてみて、私がちょっと面白いことをしてたら、その気になってくれる人が増えるかなと思って、まずは自分の存在を多方面に広げたいです。 NNB のファンの人以外にも、アイドルっていうジャンルの ちょっとめっちゃ説明難しいんですけど、ショールームのところにアイドルっていうゾーンがあるじゃないですか。それでちょっと覗いていいなと思ってもらえるように、面白い配信をしたいなと思ってます。ちょっと待って、ほんまにちょっと語彙力はないんですけど、ごめんなさい。2つ目は、初期生の知名度を上げたいなと思ってて、今公演も7期生さんと一緒じゃないですか。7期生さんたちは7期生さんたちだけの「ウィルビーアイドル公演」っていうのがあったんですけど、7期生さんと一緒なので、8期生の知名度をこのイベントで上げて、なんか8期生だけのイベントとかも、なんか運営の人に「8期生頑張ってるやん」と思ってもらえたら、8期生だけのイベントとかもやらせてもらえたりするのかなとか思ったりして、 8期生の知名度も上げたいです。みんなでね、頑張りたいなと思いました。だから3つ目が一番かもしれないです。ファンの人との絆を深めたいです。なんか例の専属モデルのイベントとか見てても、なんかもう、そういうユナさんとかすごいファンの人との絆が深まってるなって思ってたんで、
ごめんなさい、本当に悪くないんですけど。なのでこの1週間でね、ファンの人との絆を深めたいと思います。よろしくお願いします。目標ちょっとお写真タイム。はい、頑張っていきたいと思います。ちょっと消しゴムを取ってこようかな。コメント読むね。不世辞だね。そうなんです。でもなんか親にはめっちゃ字汚いって注意されるんですけど、なんか雪の音とは名字とかにめっちゃ私の字好きって言ってもらいます。なんとでも癖強いやんな。学校の先生にも言われた。なんか松岡は名前を見なくても松岡の字ってすぐ分かるって先生に言われてた。ちょっと癖は強い字です。そう、私あのごめんなさい、コメントあの後でちょっと読みますね。あの NMB48 の初キスオーディションのショールームイベントにも参加してなくて、私はずっと見ていた側なので、もうマジでこういうイベントが初めてで、順位が出るっていうのも初めてで、めちゃくちゃ緊張してるんですけど、楽しんでやってきたらいいなと思います。でもちょっと順位は気にしちゃうんですけど、楽しんでやっていきたいです。真面目でいいね、ありがとうございます。初期生の良さをね、みんなに知ってもらいたいです。そうです、ちょっと消しゴム取ってきます。じゃーん。消しゴムです。と星三周の説明をしたいなと思ってます。さくらちゃん優しくて真面目でいい子、ありがとうございます。あの真面目ってほんまに、なんか特に何もしてないのに真面目って言われます。あきら先生にも最初めっちゃ、最初の頃めっちゃ真面目って言われてました。真面目すぎへんかって言われて。いいやいいや、拡散します、ありがとうございます。待ってくださいね。どの辺まで読んだっけ。とても良い目標や、ありがとうございます。守っていけるように、じゃあ達成できるように頑張ります。22日パイパーん、パイパー公演入ってる、楽しかった。さくらちゃんは楽しかったかな。22日って何曜日や、何日の公演や。 22って何日。27が金曜日、27-7、20が金曜日、日曜日か。楽しかった、ありがとうございます。そう、31日にもね公演が決まったので、あみちゃんの初日見に来てください。皆さん仕事忙しいけど、できる限り頑張ります、ありがとうございます。なんか仕事のね合間とかにちょこっと来てくださるだけでもいいので、今回はあの無料の星とかも多分、あライトが折れた。無料の星とかもなんかめっちゃ重要になってくると思うんで、はい、全然隙間時間に来てくださって嬉しいです。マジ可愛い、ありがとう。 AKB のエイトさんたちとも何かできるといいね、エイトだけに。確かに、なんかそうですね、なんか今めっちゃ新人ブームじゃないですか。 AKB さんも SKE さんも HKT さんも新人の方、オーディション、新人、言いたいこと伝わりますかね。なんか新人の方が多いじゃないですか。なんかいつかねコラボしたいなと思います。あ、撮ってきました、ありがとう。みんなさくらちゃん応援させていただきます、ありがとう。なんで消しゴム、なんかさティッシュで消したらさ汚くなるかなと思って消しゴムも買いました、100円。読みやすい字やね、ありがとう。半袖は朝また寒くない？そう、私めっちゃ寒がりなんですけど、朝でもね半袖いけるようになりました。多分私のファンの方は私が
めちゃくちゃ寒がりなの知ってますよね。めっちゃ寒がりなんですよ。先生が急いでる時のじおもろ。地場出たいって言われます。楽しむことが一番。あ、でもその目標を書いたんですけど、それはやっぱり一番は2位までに入って、あの、はい、ゲスト出演したいです。いや、それが一番やけど、その期間中のとても大事っていうのをマネージャーさんにも教えていただいたので、なんかこの期間にね、私のとと応援してくれる人が増えたらいいなと思ってます。そう。あの、親がね、隣の部屋にいて、多分配信聞こえてたんで、消しゴムを取ってきてくれました。外で取引しました。あと消しゴムじゃないか、何やこれ。初期生で一番可愛いかな。嘘、ありがとうございます。初期生みんなめちゃくちゃ可愛くてマジで焦ります。どうしようと思って、オーディションで合格者がね発表された時も、あー、もう絶対埋もれてしまうわって思ってました。そうか、もともとオタクだったら三種の意味わかるのか。え、ごめんなさい、三種の意味わかんなくてネットで調べさせていただきました。私はただ単に星を投げてただけなんです。同期は良きライバルであり仲間ですね。そうですね、もう切磋琢磨して頑張っていきたいと思います。ごめんなさい、コメントのね、コメントがまだ全然読めてないです。ガンガン頑張らせていただくありがとうございます。新人ブーム、やばい、この何分前の話やねんって感じやねんけど、まだこの辺しか読めてないです、コメント。新人ブーム、そうそう、めちゃくちゃ新人ブームですよね。あ、ごめんなさい、 STU さんもでした、ありがとうございます、教えてくれて。一気に知名度広げよう。そうですね、な、最近めっちゃ暑いよな。ポニーテが似合うね。そうなんです、私のとてヘアはポニーテールなんで、ぜひ覚えていってください、ポニーテールで。頑張れさくらちゃん、ありがとうございます。欲しい3週ルールのためには、できるだけ配信予定時間通りに始めること。確かにそうですよね、何分前に何をしないとダメとか決まってるんですよね。だからできるだけストップしないように頑張ります。目薬の時も持ってきてくれたよね。そうそう。隣の部屋にいつもいます。あんたも十分可愛いわな。うん、ありがとう、本当に。まや、ごめん、やばい、全部読もうとしてた、ごめんなさい。星3週のね、ごめんなさい。そう、あの、皆さんテロップの出し方わかんないです、私。あの、上に出てくるさ、あの、題名みたいな、わかる人いますかね、なんか題名みたいな。じゃあ星3週の説明をしていきたいと思います。そう、私もね、まだ何回も読んだんですけど、ネットのね、星3週のやり方をまだちょっとちゃんとしっかりは理解できてなくて、 YouTube とかでも検索したんですけど、テロップどうやって出すやろな。
あ、だるま、ありがとうございます。あ、ありました、テロップありがとうございます。皆さん、何にしよう、題名、何にしようショールーム、よし、できました。テロップありがとう、教えてくれて。ショールームイベント作戦会議、イエーイはい、星3周のね、星3周の説明をしていきたいと思います。隣に iPad を用意しております、実は私はい、皆さんちょっと違うよってところがあったら訂正お願いします。星3周、丸1番、配信が始まる90分前までに星を満タン、星99とかける5色を集めておきます。カンニングってごめんなさい、本当に。ですね、配信の皆さん、実際星3周ってどんぐらいの方が渡ってるはるんですかね。配信の90分前、最初から違う？ごめんなさい、マジで言ってますか？最初から違う？配信が始まる90分前に星を満タンに集める、違う？配信の90分前までに、知らないので教えてほしいです。やばい、これはちゃんとしっかりした説明をしないと。配信の90分前までに、こんばんは、配信の90分前までに星1回の配信時間は何分ぐらいかな、その一気にやりすぎるとダメだなと思うので、40分、1回の配信40分かける1時間ぐらいなのを3つの時間帯ぐらいでやりたいなと思ってるんですけど、どう思いますか皆さん意見くださいです、意見ください。そうなんや、配信時間によるんか、やっぱり40分から1時間ぐらい予定してます。もうちょっと刻んだ方がいいですかね。もっとこまめに起きた方がいい？本気で勝つならロットエ配信、本気で勝ちたいよこれはじゃあ配信の90分前までに星を集めるっていうのは1時間バージョンかな。そうね、さくらちゃんは24時までできるから30分配信をロットした方がいいと思う。そうなんや、みんなありがとう。30分配信か、時間を飽きなあかんねん、ごめんなさい、じゃあ私30分とかロットにします、勝ちたいのでじゃあこれは違うのか、難しいな。そうですよね、0時までできるっていうのはマジででかいなと思います。あと31日が私公演なので、その辺も31日だけはちょっと普段と違うスケジュールになると思います。そうですよね、間を取らないとダメですよね。昼間にちょこちょこやって星一周ずつ投げてもらえるのめっちゃ大きいのでは。
ください。ね、星3周30分バージョンを調べてもいいですか。うん、朝配信するつもりなんですけど、星集めるってなったらファンの人は私が始める朝始まる何分か前に起きないとダメですよね。ごめんなさい、朝配信するってなったら多分皆さんも多分しんどいと思うんですけど、一緒に早起き頑張ってくれますか。やばい、どうしよう、え1時間バージョンなんだこれは。待ってな、あ、ごめん、あ、なんかコメントしてくださってる。30分配信なら105分前までに満タン、45分前にしてほしい。ありがとうございます。30分配信なら105分前までに。やばいやん、じゃあ朝やるってなったら105分前に起きんねやん、ファンの皆さん。やばくないですか。ファンの人も戦いですね、これは。105分前までに満タン、45分前にしてほしい。頑張る、ありがとう、たくさん頼ってください、ありがとう。さくらちゃんに言われたら起きるしかないやろ。頑張りましょう皆さん、本当にごめんね、本当に。朝が都合いい人もいるし、夜しか取れない人もいる。確かにな、いろんな時間帯でやるのはいいんか。やばい、難しいな。早朝サクパンどんなやろ、おもろ。私なんかモバメでね、めっちゃ目が張りやすいって言ったと思うんですけど、ちょっと朝のパワーはちょっとあんまり期待しないでください。目が張りがちです。満タンにして寝るから大丈夫、寝る前に満タンにするよ。やばいです。イベント時は4時15分ステボシは基本よ。4時。4時、なんかその響き久々に聞いた、4時って響き。テスト期間中、あの学生時代の4時ぐらいまで起きてました。すげえ、みんな。サプパンちゃんの大丈夫かい。私はもう頑張ります。朝めちゃめちゃ弱いんですけど、親の携帯のアラームと私の携帯のアラームで頑張りたいと思います。あ、そうなんや、朝の配信の時は前の日の夜に星集めできるから配信の45分前起きでいいよ。そうなんや、でも朝の45分ってマジで出てたいと思わん。私あのあと10分で起きなあかんって時もちゃんと10分寝るタイプやもん。こんばんは。やばい、またコメントでみんな楽しくて喋ってもうた。本題入らなあかんやんっていう話やんな。105分前までに満タン、45分前にしてほしい。はい、じゃあホワイトボードに改めて帰っていきたいと思います。朝はすっぴん配信するかもです。ちょっとすっぴん気になったりしません？今も最近メイク始めたばっかりで多分まだ薄いんですけど、やっぱりメイクしたらすっぴんってなると薄っと思っちゃいます。成長しました私。配信が丸一番、配信が始まる105分前に、これは40分から40分、30分から40分バージョン
なんですけど、配信が始まる105分前に星を満タンにする、星99×5色で、配信の コメント朝5時の松さて楽しみおもろ、はい、合ってますか皆さん。配信が始まる105分前に星を満タンにする、配信の45分前になったらホタのルームに入って星の怒涛かける5色をゲットする、合ってますか。まだ2分ですけど、初訪問さんありがとうございます。朝はギリギリまで寝れるようにパジャマ配信しよう。確かに私のパジャマちょっとあんまり可愛くないんですけど大丈夫ですか。合ってる？ごめんな、大丈夫？まだ2分ですけど、ことまで合ってるとは。やばい、どうしよう。むずとしいな、めっちゃ。なんか YouTube で実際にやってる人の動画見たけど、むずとしいと思って。配信見るともらえる星って10個ずつだよ。嘘。星10個かける5色ってことですか。初見です、ありがとうございます。あ、そうなんや、今は星10個かける5色、ありがとうございます、教えてくださって。星10個、星10個かける5色、ギラピキを送ります。おもろおもろ。さくらちゃんこんばんは、テスト期間だからちょっとだけ覗きに来てよ、ありがとう。テスト期間か、そういうの。あみちゃんもテスト期間って言ってたな。後でテスト期間の話もしたい、私の学生時代のよく見えないよ。初訪問ありがとう、ごめんなさい、某チューブですね、ごめんなさい、ありがとうございます。これは捨て星っていうんや。配信の45分前になったらホトのルームに入って星10個かける5色をゲットする、で配信が配信が始まったらストに星を投げる、これは集めた星を全部投げるっていうことで生きてますか。コメントお願いします。こんばんは、難しいなほんまに。そうです、合ってるんかな。初訪問さんありがとうございます、1400人ありがとうございます。はい、ありがとうみんな。あ、そうなんや、ありがとう。こんばんは。はい、
配信、え、これは全部投げるってことですよね。もう字が汚いね、ごめんよ。全てなで、また星を集めるんですよね。30秒以内に5色を10頭ずつ投げる。そしたらまた30秒以内に。やべえむずいな。さくらちゃんの配信が始まったら30秒以内に5色の星をまず10頭ずつ投げよう。そうね、配信が始まったら30秒以内に投げなあかんねや。 OK です。見て、アパペンもあんねんこれはアパペンで分かりやすく書いときます。30秒以内に5色の星を投げる。30秒以内に10と切る5色をまず投げる。やばいな、どうしよう。え、これは捨て星で、サトラ配信までほとんどルームに入らないようにする。ありがとうございます。捨て星、みんなでも渡ってる感じになったな、大体の人が。星集めるためにサクパンのルームから離れなあかん。そうなんや。じゃあ一気に視聴者数は減ったりするんだな。さくら、さくらです。ちょっと待ってな。え、どう、アトペンで書いたんやけど、ここまで合ってましたね。皆さん確認お願いします。ごめんなさい。あ、減らへんねや。あ、そっか、今出てる視聴者数も累計って前教えてもらったわ、そういや。あ、そうなんや、ごめん、大体渡ってるんかな。またむずかしいえ、これで1周目ってことですよね。1周目、星投げ1周目すぐに星を集めてまた星を全て投げる。星集めに出るってことですか、この1周目が終わったら。またどうしよう、ネットで、あ、それで1周 OK。 この1周が終わったらみんな一旦私のルームを出てまた星集めに行くと。その星集めの方法はどうすんやろそう、星集めの旅へ、そう、出るんですよね。この1周目が終わったら私のルームを一旦出て星集めに行くんですけど、その星集めはどうするんですかね。私がスクショしたサイトには載ってないんですけど、他のルームに入る。オッケーオッケー、皆さん
みんな渡ってんのかな。でも説明したよな一応。それで1周目らしいです。1周星1周目の説明をもっと復習 しとくと、配信が始まる105分前に星を満タンにしときます。満タンっていうのは星99とかける5色で満タンです。次に配信の45分前になったらフォトのルームに入って星10とかける5色をゲットします。この時に私の配信までにフォトのルームには入らないっていうのが重要らしいです。その次に配信が始まったらすぐに星を投げます。持ってる星を全部投げてください。その時に30秒以内に星 10×5 色をまず投げてください。これで1周目らしいです。では消します。行ってないルームに行って星もらう。 OK、 2周目は俺またさ、またちゃんとまとめてブログとかモバメに星三周の方法を載せようかなと思ってます。2週目は公式配信部屋で30秒。公式配信さんの部屋で30秒待ったら星がもらえるそうです。30秒ずつ視聴するらしいです。公式配信さんの部屋でこの満タン上限は何ぼと当たりますか皆さん。こんばんは。メイク薄いな自分今日2周目は80と ×5 で満タン。80×5 で満タン。よいしょ。80×5 で満タンらしいです。2周目は星 80×5 色で満タンらしいです。ああ消さずに画像にしてブログとかにあげたらいいのに。ちょっともう満タンになっちゃったんで消しちゃいました。ごめんなさい。みんなすごいな。食パンのルームにも星集めに入ってくる人いるからその時に土を。そうやな、そうします。いつ誰が来はっても大丈夫のようにね、しますね。かわいい、ありがとう。 2週目はそれを8回繰り返す。公式配信さんの部屋で30秒待つのを8回。お願いします合ってますかね。合ってるかな。こんばんは。2週目は星 80×5
5色で満タン公式配信さんの部屋で30秒待つのを8回します。合ってましたね。初訪問さんいっぱいありがとうございます。1900人さんありがとうございます。合ってる、 OK。 これで星2周目が完了です。スクショお願いします。何のスクショやねんって感じやけどこんばんは。はい、では3周目に参りたいと思います。私もちょっとまだあんまりは撮ってないんですよね。よし3週目星3週目は配信開始から試しにやってみると分かるよ。やってみます後で。ごめんほんまに説明下手なんですけど、なんかまたまとめてブログとかモバメで送りたいですし、ちょっとあんま分からへんなって思うことはネットで調べてみてもらえたら嬉しいです。配信開始から30分後に1時間配信バージョンですか。またこれは配信開始から30分後に制限解除っていうのは30分じゃなくて15分後。ありがとうございます皆さん。 OK です。合ってますか。星3週目は配信開始から15分に制限解除されるので星を集めて全て投げる。ごめんなさい皆さん、1時間バージョンで調べてました。2000人さんありがとうございます。配信開始から15分後に制限解除されるので星を集めて。この星集めっていうのもまたさっきと一緒でしたね。こんばんは。ごめんなさい本当に説明力がなさすぎて。次の星がもらえる。この次の星がもらえ、制限解除されたら星がもらえんねや、新しく。それを全部投げるってこと？この星集めに釣られたらどうしよう。え、やめてください皆さん、ダメですよ皆さん。かわいい、ありがとうございます。プレゼントギフト音符もありがとうございます。イベントが始まるのは5月30日の月曜日からです。あ、OK です。そうそう言われた。15分後に星がもらえるのでその星を全部投げて3周目が完了します。生きてましたね説明。多分は私の説明分かりにくかったと思うのでまた送ります。試してみます。マトジヌマに注意。え、やめてよそんな。マトジの方がとわいいねんからさ釣られちゃうよな、どうしようなんかもう企画勝負かなって思います。はい、理解できました
ほんまにまたまとめて送りたいと思います。多分リスナーさん三種なぎ、星三種なぎはよく知ってるでしょうなあ。コメント欄見たらみんな知ってそうやな。頼もしい、すごいはい、星三種の説明は途中カウントって何やなんや、初めて聞いた。それはどうしよう。五十タントの説明も調べてまた送ります。じゃあ星三周と五十タントね、メモっときます。あ、でもそっか、あの場面でさ書いたらさ、ショールームやったらファンの人とさリアルタイムでさ指摘してもらえるけど分からへんねや。星三周の説明は一応終わったんですけど、そうコメントもね、50コメント、え、マジでかいよな。書きます。コメント一つにつき1ポイントで50コメントもですね。よいしょ、2100人さんありがとうございます。はい、コメント一つにつき1ポイント50ポイントまでなんですけど、これも無料なので、もうぜひ何でもいいのでコメントをよろしくお願いします。ブログのコメントにできるだけ丁寧に書いてみます。ありがとうございます。本当に初見です、ありがとうございます。こんばんは。問題はやり方よりも釣られずに戻って取れるかだから、え、やばい。それは確かに星集めで別のトノルームに行って、やばい松里より可愛いんやってなったら、私のルームに戻って取ずにその子のためにその子のファンになるってことですよね。やばい、それはやばい。それはもうね、どうしたらいいそれはやばい、ほんまに。あ、そうなんや。1から50、コメントだとコメント欄に表示されるから数字の半角123にすると表示されない。ありがとうございます。数字の半角123、数字の半角123にするとコメント欄に表示されません。なので皆さん気軽に数字の半角123をぜひコメントしてください。50コメントまでできるので、これもポイントに換算されるのでめっちゃ大事だと思います。無料なので。ファンの取り合いです。そっか、辛いな、そんな戻ってこやんやんってなったらあーやべえ、俺はさくらしか、ほんまに先輩はみんなこういう競争してきたからね、頑張って。そうやんな、一度はね立ち向かわないとダメですよね。頑張ります。8期生の他の子に釣られる予感した、え、泣きそうみんなちょっと大丈夫、可愛いよりおもろいが勝つから。そうですよね、そうですよね
そうですよねって言うと、もう私は顔ではもう8期生のみんなと勝負できないと思ってるので、うん、なんか別の強みを見つけていきたいです、この期間中に。はい。逆に他のファンを釣るくらいじゃないとですよね。釣ってみせますよ。2200人さん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。皆さん、もっとあざとくなろう。ありがとう。優しい、みんな。なんか泣きそう。やばい、なんか泣きそう、どうしよう。やばい。はい。タイム配信時間と比較を考えたいと思います。ありがとうございます、ペンライト。やべえ。サプパンのさくらちゃんの2月のランダムの直筆やってたよ、おめでとうございます。2月は夢中人の衣装ですかね。可愛いので見に来てるんですか。そうですね、私は自信をなくしたらダメですよね。本当にポジティブにいきます。頑張るぞ。そうなんや、複数アカウントに星投げは減点されるから絶対ダメ。え、これはなんかさ、配信するときになんかルールを書いて後ろの壁に貼ろうと思ってます。そう、昨日言ったんやけどさ、リサにマジでこの壁見てさ、さくら絶対暴転住んでるやんとか言われてんねんけど。大丈夫そう、壁どこまで続いてるんってリサに言われて、めっちゃおもろない。そうなんや、限定されちゃうんや、複数アカウントは絶対ダメですね。一応アパペンで書きます。配信の時にも後ろに書いときますね、メモっとこ、複数アカウントは絶対ダメ。応援してくれる気持ちは嬉しいんですけど、複数アカウントでのコメントとか星投げはじゃあやめてください。とではダメ。シャンデリアないよ。シャンデリアないよ、複数アカウント。絶対ダメ。はい。複数アカウントでは絶対ダメです。減点されるらしいです。僕はさくらちゃんに釣られました。嘘、嬉しい、そういう方もいらっしゃって嬉しい。頑張ろう、ほんまに、みんなほんまに頑張ろう。私は一番頑張るけど、そうですよね、自分が一番可愛いと思わなきゃ。そうですよね。もうちょっとね、可愛くなりたいです。え、 SNS 連携しないと ポイント反映されへん、どういうこと。え、これは初耳。Twitter、Facebook の SNS 連携は必ずしてもらわないとポイントにならない、どういうことですか皆さん。やばい、これは知らんかった。ツイッター、フェイスブックの SNS 連携。え、やばい、そうなんや。
え、そうなん？みんなタイムテーブルを立って貼った方がいいよ。ありがとうございます、アドバイス。タイムテーブルをね、貼る。え、 SNS 連携してなくて星とか投げても限定で、減点ですか？ツイッターの認証が必須ってどういうこと？電話番号認証してても SNS 連携いるのかな？どういうことや皆さん、やばい。1時間経つんや、やべ。めっちゃ時間経つの早いな。視聴者のアカウントをツイッターとかに連携させるんや。やばい、知らんとった。そうやで、 SNS 連携をしてない場合、星を投げても無糖扱いとなり応援になりません。え、多分さ、このルール知らなくて、ツイッター SNS 連携っていうルール知らなくて、星とか投げてくれる方もいると思うんですけど、あ、一応貼るんですけど、そういうのも減点対象になるんですかね。あ、減点にはならない、ポイント反映されないだけ。 OK です。そうなんや、ありがとう。そうなんや、大体の人やってるんかな。はじめまして、初見さん。無駄になるんか、せっかくな、何分前に、45分前に星集めしてくれてても無効になるので、 SNS 連携を忘れずにしてください。ちょっと SNS 連携何とか分かんないんですけど、ネットで調べたら出てくると思います。ショールームアカウントのSNS 連携を忘れずにお願いします。 SNS 認証は一番大事なところだから、配信中にもちょいちょい言ってあげたらいいと思う。そうなんや、ハチキ新規でなければ知ってると思う。え、むずいな。今は SNS じゃなくて SMS。 やばい、頭がパンクしそうです。私今 SNS と SMS。 お疲れ様です。SMS、 やべえ。SMS なん？ん？ SMS 連携？そうですね、自分も一回星3周とかやってみようと思います。配信までに電話番号、え、騙されてる？ Twitter 連携いらなくなったよ。え、皆さん何が正解でした？SMS、 ややこし、 SMS。 ツイッター連勝じゃん。SMS、 つまり電話番号認証必要、 SNS 連携は必要ありません。今は電話番号認証をしていれば、そうなんや、 SMS 連携ね、 OK。 ちょっとあんまり分かってないけど、電話番号認証が必要なんや。え、これさ、もしも限定にはならないって教えてくださりましたたんですけど、もしも電話番号認証してない方が星を投げてくださっても、それがその反映されないって反映されないってなるのは、全部イベントが終了して渡るんですか？マジでトイレってなさすぎる、どうしよう。例えばもしも私が2位とかに入れて、よっしゃってなってても、後で
電話番号認証してない方は星を投げていたので、あの結局2位にはなりませんでしたみたいな。あ、リアルタイムで無糖なんや。そうなんや、ありがとうございます。難しいな、リアルタイムなんや。リアルタイムで順位出る感じなんや。ありがとう、みんな教えてくれて。もう1時間経ったみたいです星さんシュート、この説明をしていたらごめんなさい、本当にもう分かりづらい説明で。大丈夫だよ、ありがとう。連携そもそも加点されてないからそこは大丈夫、ありがとうございます。よし、水分とってね、水あります。リアルタイムで順位変わるから最終枠で順位めっちゃ変わる。あ、メモしなかん。電話番号認証を忘れずに。電話番号認証を忘れずにお願いします。じゃあごめんな、もう待って、もうやばい、本題に全然入れてないんですけど、私あの0時まで配信できるってやっぱりいいですね。タイムテーブル決めよった、みんなさん決めます。ってことは45分前に最低45分前に星集めをしなあかんってことは、最低でも45分間空きなあかんってことですかね。皆さん教えてください。遊びに来たよ、ありがとうございます。はじめまして、初訪問ありがとうございます。2600人さん、ありがとうございます。あ、違う違うんか、それは違うんや。え、もっと最低何分なんやろ。違う、ごめんなさい。一回配信したら次の配信は2時間空ける。そうなんや、ありがとうございます。2時間も空けなあかんねや。1時間でも大丈夫なんかな。1時間半とかはどうですか皆さん。間初訪問さん、ありがとうございます。わ、2600人さんも来てくださったんや、ありがとうございます。本当に最低1時間、2時間って言ってる方もいるんですけど、どうですか1時間半。はじめまして、イベント頑張ってね、ありがとうございます。そうなんや、すべての枠で参集は難しいかも。私ね、待ってください、考えますね。私はあさって何時から、0時までっていう決まりはあるけど、朝何時からとか決まってないですよね。特に参集するんやったら2時間。そうなんや、ありがとう。5時、そうね、5時からできるんや。5時はやばいな。でもちょっと皆さん行けますか、5時の45分前。うーん、そう、5時は人来ないですよね。最低でも6時ぐらいから始めようかな。6時、うーん、どうしよう。30分かける6杯は一番いいんですよね。
あんまり早いと、あんまり早いと星集め難しいですよね。5時は確かにね、7時ぐらいでいいんじゃない。後ろから飛んでる、そうやな。ありがとうみんな。0時ギリギリまで配信した方がいいですかね。23時30分から最後の配信23時30分から0時00分、どうかな。最後の配信、あ、23時59分にした方がいい。そうなん。いいって、みんな23時30分から0時00分、2時間空ける、2時間飽きる。1日3時間、21時、21時30分から0時00分、20、え、待ってください、2時間飽きる。めっちゃ迷うな、これ。めっちゃ頭使うし。あ、2700人さん、ありがとうございます。今までの配信で一番来てくださってるかもしれないです。3時間縛りで突然終わる可能性があるから、23時55分ぐらいで余裕見た方がいいよ。そうなんや、ありがとう。23時55分、なんかめっちゃずっと多分この配信考えてるんですけど、多分面白くなくてごめんなさい。23時55分の30分前は23時20分。2時間切る。8時、20時50分。20時50分の2時間前は18時50分。18時20分の音がかわいいのでオールオッキーですありがとう。初日は5時からだからね。え、やばい、忘れてたそれ初日5時からなんか、あ、忘れてた、普通にやべえやべえって待って言っちゃった。18時20分の2時間前は18時20分の2時間前18時20分の2時間前は16時20分。そう、やべえって何と言ってんやろ。みんな興味あったら数えてみてください2800人さんも見てくださってる、初めてです。一番今まで視聴者数さん多いです、嬉しい。皆さん、2800人の皆さん、ぜひ30日からのショールームイベントぜひ遊びに来てください。18時20分の2時間前は 8-2、 16時20分、30やから
押すしかない、ありがとう。6時やばい、6回できへんかもしれへん。6時からどうしよう、昼間がね、あんまりできないんですよ。昼間あんまできへんからさ、スケジュール統一した方が分かりやすいやんと。どうしよう、めちゃめちゃ悩むなこれ。なあ、めっちゃ頭使う。昼だと面白かったよ、ありがとうございます。やばい、唇の色なくなってきた。いっぱい考えてたら唇の色なくなってきた。はじめまして。あ、夜ご飯食べたよ。45分で食べてみようかな。めっちゃ難しいな。目乾燥してきてない、まだ大丈夫やけど、一応目薬あります、ティッシュもあります。顔色が白の壁とどうかしてきた、めっちゃおもろい。顔色までなってきた、考えすぎて。どうしよっか、確かに顔色がなんかめっちゃ難しいな。めっちゃ頭使った、久しぶりに。45分かける4回やん、いいと思います。え、45分配信なら1日4回になりますね皆さん。え、やばい、星3週のさ、説明30分バージョンでずっと説明してたけど、45分バージョンになるかもしれないです。どうしよう、45分バージョンで考えてみようかな一旦。みんなごめん、めっちゃダラダラ配信続けちゃって、もう何分経つんやろ。45分バージョン、45分かける4、別に大丈夫よん。ありがとう、かわいい。45分、大丈夫よん。さくら見れて幸せデフ。え、みんなデフって使う？私もなんかめっちゃ語尾にフー使う。最初のやり方と同じなんや、あんま変わん。45分かける4か、 OK。 もうマジでごめんなさい皆さん、めっちゃこんな。2900人さんも来てくださってる。三種の人とはそのままで大丈夫、大丈夫やで。 OK、 45分かける4回バージョン立てるぞー。おー、45分かける4バージョンを立てたいと。なんでこんなニヤニヤしてんやろ。なんともう頭使いすぎてちょっとテンションおかしくなってきたかもしれないです。あー落ちた。45分バージョンで考えます。終わりが23時55分で、55-45は23時5分、45引いたら10、2時間空けて21時10分で、45分は10で35、35やから8時25分45分、4は45分空けて、45分空けて22時45分開けるから、
終わりの時間が違うわ、間違えた。2時間空けるたら18時25分45分やったら17-2時間は15時40分本番は15時40分かける40-45分は今は4回目まで決めてるんですよね。15時40分やばい、無言配信になってる3000人達成おめでとう。そう、3000人さん、2時間3000人行きました。めっちゃ初めて。こんな、そうやんな、今日全部決めきれなくてもいいよな。大体決めたいな。でも7時プラス7時45分2時間星3周するには1回自己紹介したパパ、そうやなだってもうめっちゃ配信してるから。はい、NNB48 の初期生の18歳のさくらこと松岡さくらです。よろしくお願いします。私は5月30日からのショールームイベントある、5月30日から初期生のショールームイベントがあるんですけど、その上位2名に選ばれたらオールナイトニッポン NNB48 のオールナイトニッポンに川上千尋さんがパーソナリティを務めるんですけど、そのゲストとしてラジオ配信1時間できるみたいで、その上位2名に選ばれたいので皆さんと頑張りたいです。よろしくお願いします。初訪問ありがとうございます。ちょっと頭がパンクしそう、どうしよう。星3周するにはさ、絶対に2時間空けないとダメかな。1時間半とかじゃ無理かな。どうですか皆さん、配信時間3時間空けないとできない。え、マジでマジで3時間空けないと無理なんや。緑色好きなん？いや、そんなことはないけど、買ってみた、緑色の服。3時間空けなあかんねや。やばいな。3週はあんまり考えなくていい。星3週は、基本3週はできないのに考えなくていい。え、じゃあ2時間も空けなくていいってことですか？そうですね、ちょっと。私もじゃあ弥生明日なんか星投げ三振の練習配信みたいにするんですよね。私も明日までに計画立てて、明日の配信で皆さんに見せて、皆さんにどうですかねみたいな判断してもらおうかな。2時間空けて2周です。2時間空きなあかんねや。やっぱりお昼あんまり配信できへんからさ、どうしようっていう。は
話です。はあ、どうしよう、難しいな。なんかめっちゃ難しいな。お昼見れる人少ないよな。そうやんな。ごめんなさい、こんなに引きずっといてなんですけど、明日までに配信のスケジュールを大体立てて、明日の配信で皆さんに見せて、皆さんどうですかみたいな感じで見せたいなと思います。ありがとうございます、本当に。ごめんなさい皆さん、なんかもうめっちゃ時間使ったのに結局決めきれへんのタイって感じなんですけど、でもいろんなことを聞けたのでありがとうございます。2時間空けるんですよね。とりあえず2時間空ける、それでいいよ。ありがとう、みんな優しい、ほんまにごめんな楽しかった、ありがとう。2時間空ける、とりあえずメモに書いとこう。2時間空ける、2時間よし。明日何時からにしよう。でも3100人さんもありがとうございます。でもいつもよりね、見に来てくださる人が多いから、今日の時間めっちゃいい感じなんかなと思ったりして。9時半から、待って、明日って土曜日やんな。9時半行けると、土曜日か。皆さんありがとうございます。明日からと思ってる人いる？ごめんなさい、5月30日からです。皆さん月曜日から週の始まりって覚えておいてください。マンデー待ち望んでる、マンデー週の始まり、マンデー君に会うのばいい機会だ。月曜日ってなんかね、この歌が一番にやっぱ思いつく。初ホームマジでプチビデオの 色なくなってへん、最初の配信始まる前と。プチビデオの色なくなってるよな。どうしたどうした。よし、今日なんか今日の配信で決めれたことあんまないな。どうしよう、あの企画もね決めないとダメやんな。でも朝の配信で、あのすっぴん配信でメイプをする配信をしたいなと思ってます。あとめっちゃあのグミ配信は絶対しようと思ってて、皆さんなんかモバメの返信とかでグミ配信とかめっちゃ期待してくださってること多くて、グミ配信をしようと思ってるって親に伝えたら、めちゃくちゃいろんなグミ取ってきてくれてます。めっちゃ食べたいんですけど、開けるの我慢してるんですよ。メイプ何分かかる？全然、多分メイプできる人からしたら、私のメイクできてないんですよね、多分薄いんかな、分からんけど、メイクは15分以内に終わると思う。グミ当て配信、でもなんか味とかさちゃうからすぐ分かっちゃうかもしれへん。 それはあと朝は朝ごはんを食べる配信をしたいなと思います。私は大好きな朝ホワイトボード、名前言っていいんやっけ、やめとこ一応。ホワイトボードとこ、私が朝の配信で考えてるのは、朝マッフンを食べるっていう配信。朝マッフンめっちゃ好きなんですよ。ホットケーキがめっちゃ好きで、この朝マッフンの早すぎるやろ、化粧落ち1時間をたとる、嘘、15分以内で終わっちゃいます
笑った言って言って大丈夫なんや。あーペンライトありがとうございます。ギフト読めてなかったごめんね。かわいいありがとうございます。ハートありがとうございます。指ハートありがとうございます。そう朝マットめっちゃ好き。ホットケーキとハッシュドポテト頼む。ホットケーキセットにハッシュドポテトついてんねんけど、ハッシュドポテトが大好きすぎて単品で頼む。2つ食べちゃうハッシュドポテト。朝マフは絶対太るで。なんか最近でもね体重安定してきたと思う。あと昨日の昼方見てくれたことは分かると思うけど、ちょっとさ顔シュッてなったくない？一時期の丸い時期に比べて。思った人顔ちょっとさくらちゃん顔ちょっと痩せたなと思う人はーい。やって一時期マジでね太ってた顔丸とったかわいい面積が減った。そうはじりさんにもね伝授してもらいました。かわいい表現の仕方を。やばいほんまにどうしよう。今の話してたっけ。そうや企画の話や。朝は待って45分かける4やとしたら1週間やったら28回配信があんねや。もし45分全部できるとしたらっていうことやんな。28歩分も企画決めれるかな どうしよう。なんかさ踊ってみたとかはダメなんかな。え踊ってみた配信ダメかな。いい？いいかな。踊ってみた配信でもダンスとかやってないから、ナンバーエヴァのセットリストの曲やったら劣られるかな。どうやろ。踊ってみた割といいやん。反応良さげ。シュールになるよラジオ体操配信ね皆さん言ってくださってる。一緒に体操しましょうか。じゃあラジオ体操配信、ラジオ体操。あ大丈夫なんや。みんなやってる。カラオケ配信ね。オッケー。え普通にさ歌下手なんですけど、マイク入れたら歌下手の際立つよなっていう。ラジオ体操音楽ダメなんや。そうなん？iPad あるからさラジオ体操逃してやろうと思ってたんだけど、ラジオ体操はダメなんや音源。あ48グループさんの音源なら OK ってことなんだ。やばこれは音源ダメ。そうやなマネージャーさんに聞くのが一番やな。じゃあまとめて聞こう。踊ってみたの確かに踊ってみ踊っちゃったら公演音に払って来てもらってるからさちょっとダメなんだなとも思うねんな。チア、チアみたいって言ってくださってる方もいる。チアでもね、そんな種類ないねんな、チアダンス。あの、スタンツの方をね、やってたんで割と。筋トレ。
バリシュールやん筋トレ音源使わなければ大丈夫。オッケーオッケー。無音でやるメトロノーム、すげえ、めっちゃシュールになりそう。ラジオ体操おとなし。ショールームのカラオケ機能なんか、はい、ダムさんって出ますよね。なんかマネージャーさんに許可を取らないとダメらしいです、カラオケ配信は前日までに。そうそう、カラオケ配信は事前に許可いるねんな。生歌聞きたい。私でも歌下手なくせに歌うの大好きなんですよ。ジャージでやる？ラジオ体操。ちょっとほんまにコメント読むのめっちゃ遅いんです、ごめんね配信を見て劇場公演見に行きたいと思う人もいてくれるかも。確かに踊っていいんかな。じゃあショックパン料理できる？え、全然できへん多分ちょっと事故ってまう感じですね。カラオケ最近行ってない、ほんまに。コロナ流行ってさ、全然行けてないねん。めっちゃ友達と行ってたんやけど、え、ほんまに唇の色なくなったんやけどやば、星なぎ4週目終了。すげえ、この配信でしてくれたんや。そう、大喜利練習配信割とありやなと思って昨日言ったら、大喜利はちょっときついんちゃうかっていうファンの皆さんが心配してくださってたんですけど、どうでしょう大喜利。渚さんとダイアンさんの動画を見ました。めっちゃおもろいカタカナ英語禁止配信、なんと YouTube の企画でありそうカタカナ英語罰ゲームあり、英語なんと萌えけんゼリフとかかな、罰ゲーム。カタカナ英語禁止配信、大喜利おもろくなりそう。そう、ゆうとた NNB さんさ、弥生とかみおちとかさ、なんかメイク室でメイクしてもらってて、ゆうとた NNB の時に、その時に弥生とみおちの声も聞こえてきて、大喜利2人ともできてて、マジで焦りました。すげえと思って。あれ事前にお題とかもマジで分かんなくて、なんか大体の流れの台本はあるんですけど、お題とか全然分かんなくて、多分その場でお題を言われるんですけど、え、弥生とみおちすげえと思いながら聞いてました。そう、お釣りにチーズかけるめっちゃ面白かった。渚さん笑ってはいけない配信、え、多分10秒でアウトなる、そんな罰ゲームは自分の顔に落書きで、え、ありかも全然。 AKB48 グッズ配信、板野友美さんのならありますよ、グッズ。激辛チャレンジ、そう、昨日もね出た激辛ペヤング配信。やばい、でもさ、あと土日あと3日で始まっちゃうから、ほんまにちゃんと決めなったんな。こんばんは。何があるやろ、あとでも普通の雑談も全然ありかな。うん、そう、昨日出ていいなと思ったのは松岡さくら空自大会
私に関するクイズを、投票機能あるんかな、投票機能とかでやりたいかな。雑談メインがいいで、あ、質問募集、質問いいやん、ありがとうございます。質問募集するのありやな。ブログとかで事前に質問募集してそれに答える、ありです。質問コーナーブログで、あ、ほんまや、松岡さくらクイズ大会、何問以上正解した人には松さく検定1級みたいなあり、すげえ面白い。ファンの皆さん、ブログで事前に募集、さくぱんのお悩みコーナー、え、私のお悩みを、なんと大体ファンの皆さんのお悩みを解決するみたいなのあると思うんですけど、私のお悩みをファンの人に相談するっていうのはどうですか。最近悩むことも増えてて、あり、まや毎回企画してると、事前準備で寝る時間なくなるから気をつけてね。確かに、でも2時間空けてるから、なんかそういう隙間時間でちょっと寝ようかなと思ってます。3600人さんも来てくださった、マジでこんなん初めてや。何時から配信してるっけ。9時半、あと18分で2時間配信してる、めっちゃいい。そう、私の悩みそう、昨日の昼だったみたいに悩みを書いて皆さんに解決策を出してもらって、一番いいのコメントを拾って私の悩みを解決するっていう素晴らしいコーナーありじゃないですか。雑談でいい、もういいか。でも配信なんか確かになんか、うん、企画決めすぎてもな。コメントどの辺まで読んだっけ。逆のパターンは初なんや。寝落ちバンの予感寝落ちしたらバンされるんだ。めっちゃお悩み聞きたい半分くらい雑談でいいか。じゃあ確かにな、45分やったらすぐ終わりそうやな雑談。なんか最終日に、確かに最終日にドンってなんか楽しい企画欲しいな。約3分無言でバンされるらしい。え、さっきのじゃ危なくなかった。じゃあ私は一生懸命星3周のこのホワイトボードに映してた配信、危な、3分でバンされるんや、危ねえ。あんまり面白いと星やつ見たへんねん。そうやなそっちの発想もあんのか。一回私の配信抜けないと星やつもできないですもんね。確かにおもろ、コスプレ、コスプレ、私が今持ってるのセーラー服だけなんですけど、いいですか。めっちゃ乱用してるんですよセーラー服。めっちゃオンラインお話し会でも来たし、リアルお話し会でも来たんですけど、それでもいいならぜひセーラー服、みおちにめっちゃ似合ってるって言ってもらえた。でもセーラー服、
3700人さん、ありがとうございます。チアの服なあるよ、あるけどバッドバレしてしまいそうで恐れています。パジャマ、パジャマちょっと可愛くないねんな最終日に大喜利おもろすぎんそれ初訪問さんいっぱいありがとうございます。クボローラで毎朝うおー配信、あ、トバローラ撮ってもらいました。言ったっけ前9000円ぐらいしたんですけど奮発して買いました。じゃあ朝の配信で、私毎朝のルーティーンでトバローラちゃんとしてるんで朝の配信で持ってきたいと思います。ドンキで、そっか今から頼んでも無理や思ってたけど、ドンキに行ったらあるよな、コスプレ考えときます。用事で抜けてた、何の話するの。今出ててメモしてるのはもう字が非常に汚い、ごめんなさいまた後でまとめるので、今の案はこんな感じです。ご飯食べるだけのモーニングルーティーンを生でやる配信、確かに。でも洗面所でねいろいろしてるからな、顔だけ洗っていろんなもん持ってきてやるのあり。モーニングルーティーン、腹筋配信鬼シュールやで。そんなこんばんは、今サプパンママ配信見てる、見てるんかな。でもテレビの音とか全部消してもらってて、だから多分見てても音なしで見てると思います。隣の部屋にいるんで。ナイトルーティーン、ナイトルーティーン、モーニングナイト。でも企画は考えすぎたら燃え尽きてしまいそう。ナイトルーティーン、メンバーとコラボ配信、ライバルやけどいいのそれは。でも2人でさコラボ配信して8期生とコラボ配信したらポイントとか星とかどうなんやろ。初訪問さんありがとうございます。3800人さん見てくださってる。あ、メイク配信、あのホワイトボードに書いてないけどやるつもりです。先輩と出てもらえるかな、来ていただきたいな。七木星さん、いいのかな。でも誘うの緊張するな。でも一応タイトとでも、最近先輩に松作って言われますで、たまにジオンさんに松尾ちゃんって言われます。バタポンさんとトラボしたいですけど、あのあれですよね、ショーマンの、ショーマンに出てる先輩だとあれですよね、ショーマン終わってすぐもう劇場とはに出はるんですよね。そんなんお疲れのところにちょっと誘えないですね。それは先輩は松作呼びです。でも8期生は最近サプパンって呼んでくれるんですよ。めっちゃ可愛くないですか。私がサプパンって呼んでほしいみたいなことを何で言ったんだっけ、ショールームで何と言ったら言ってくれるんですよ。最近初期生は可愛くてしゃあない誰が呼んでくれてるの、サタタンとか呼んでくれる。アキラ先生コラボ、アキラ先生私の配信に
多分一回も来てくださってないわ。あ、そう、こんな感じ。これプラス普通になんと食べる配信とグミを食べる配信とできたら激辛ペヤングやりすぎ企画しんどなれかな自分で。でも一応考えてる感じです。サタタンやらへんのと、やらへんのとな、ショールームわからんけど、サパを呼ぼうって来てる。ペヤングはマジで見たい。え、そんな辛いんかなペヤングって。私辛いのいけるんや、いけるんですよ。キムチ大好きなんでね、皆さん知ってますよね。ダイエットの時におやつにキムチをばっかり、キムチばっかり食べていたの。そろそろ終わろうかな。チーク橋作ってみよう配信やりたい、久しぶりに。チーク橋ね、皆さんのおかげでだいぶ企画だね、たくさん出てきました。じゃあ今日の配信は終わり、終わろうかな、もうちょっとで。皆さんまたね、いい企画あったよって、いい企画思いついたよって方はモバメとかブログのコメントでよろしくお願いします。待ってます。タイムスケジュールは明日までに大体決めて、明日ねまた配信したいと思います。時間は大体今日と同じくらいの21時半ぐらいから始めようかなと思ってます。明日ってなんか何のち、ん、公演ありましたっけ。楽しかったです、ありがとう。ずっと指ツンツンしてるだけの配信みたい。無言になってバンされるわそれは。ギフトお、星とペンライトのギフトありがとうございます。なんか30、あ、もったい宣伝したと、あ、 M 公演があるんや。でも21時半やったら終わってるかな、終わってるな。 OK、 最後にもったい宣伝してきます。どうしようで、ホワイトボード消す前に iPad で写真撮ります。じゃあ最後にホワイトボードで宣伝してもいします。わ、3900人さん、ありがとうございます。こんな視聴者数さんが多いの初めてです。 iPad でかいんですよ。そう、キーボードもついてるんでね、待ってください。宣伝、今日配信見てくれて初めて知ってくださった方もいると思うので、最後にもう一回自己紹介させてください。
来ました。ああ4000人さんも来てくださった。4031人さんありがとうございます。初訪問さんもすごい来てくださって、そうやな、こんなチャンスないですよね。なんなんやろこれ、 iPad Pro なんとな、よう分からへんけど、ご紹介します。8期生のチーム B2 研究生の松岡さくらです。めっちゃ銅板なんですけど、18歳です。5月30日の月曜日のショールームイベントで8期生もっとお願いします。5月30日の8期生のショールームイベントで上位2名がオールナイトニッポンのラジオパーソナリティとして、パーソナリティのゲストとして出演できるんですけど、そのイベントの上位2名に絶対になりたいです。応援よろしくお願いします。今日初めて来てくださって応援したいなと思ったことは、ぜひ5月30日から1週間ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。キャッチフレーズしときます。はい、私はゴーハイトっていうので、さくらと2回手拍子お願いします。皆さんコメントでぜひお願いします。ゴーゴーさくらゴーファイト、勝利の女神さくらはあなたに微笑みます。大阪出身18歳さくらこと松岡さくらです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。皆さんコメントですごいパチパチハチハチってきてる。ありがとう皆さん。では今日はなんかあんまり決めれたことはないんですけど、明日はもっと現実味がある配信にしたいです。でもたくさんね企画案をもらったので、それを参考にしてタイムテーブルも知らないことをねいっぱい教えていただいて、ファンの皆さんに2時間空けるとかね、そんなあんまり考えてなかったので教えてもらえて、新しい知識を知れてよかったです。めっちゃ有意義な配信になりました。すごい星さん週とかも説明不足なんですけど、約2時間配信見てくださってありがとうございます。そう、唇の色がなくなってしまいました。頭を使いすぎて。では最後に副所タイムをしたいと思います。うん、星ありがとうございます。つらいたぞ、よかった、ありがとう。な、雑談の配信もね全然ありやんな。なんか3時間するってなったら、3時間も雑談どうしようって思ってたけど、45分ずつにね小分けにしてたら、45分やったらあっという間やなと思うので、雑談もありやなと思います。副所タイムいきます。どうしよう、頑張るぞポーズ。唇の色ほんまにないやん。2時間配信してたな。デイデイポーズ、デイデイポーズ。手伸ばされへん。ハート、ウィンクお願いします。全然できへん。4100人さんも来てくださった。ほんまに飛べとどうとしてきてる。それは白いって褒めてくださってるんですかね、肌は。マジで確かに色一緒やな。めっちゃ可愛い、ありがとう。サクパン夢中人ポーズ。そう、明日の時間はちょっと忘れちゃったんですけど、明日神音
て、 NNB48 は吉本新喜劇さんと一緒にてっぺん取ったんでを歌うみたいなので私も見ます。ぜひ皆さんご覧ください。初訪問さんありがとうございます。昨日の昼ドタ NNB 楽しかったよ、ありがとうございます。15時頃と皆さん15時頃らしいです。募集名突入しちゃう、欲しい、すげえ。明日グッドスプーン行く。ぜひ。チョアチキンめっちゃ美味しいらしいです。あ、私も食べました、美味しかった。なあちゃんの動画で知りました。あ、なんか YouTube の切り抜き動画だったかな。そうなんや、そういうので知るのもあるんだ。にじぱんお疲れ様、ありがとうございます。ではそろそろ切りたいと思います。あ、最後にこれを持ってスクショタイムお願いします。皆さん拡散していただけると嬉しいです。あ、ランキングや、そうやな、ありがとう。さくらちゃんイベ応援します、ありがとう。こんばんは、さくらちゃん大好きです、ありがとうございます。お疲れ様でした。皆さんもいっぱい説明してくださって、私と一緒に頭をね伝ってくださってありがとうございました。楽しかった。ツイートするね、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。ランキング読みたいと思います。13位、ひろしさん、ひろぱずさん、ありがとうございます。12位、はとちゃんさん、さくらかいかちゅうさん、ありがとうございます。11位、シーリルさん、ありがとうございます。10位、かずゆきさん、かずゆき KK さん、ありがとうございます。9位、富士さん、ありがとうございます。8位、キンキンさん、ありがとうございます。7位、キネさん、ありがとうございます。6位、ちくわドーナツ、ムサちゃんさん、ありがとうございます。6位、山田真剣さん、ありがとうございます。4位、トラえもん、さくらさん、ありがとうございます。3位、キーちゃんさん、ありがとうございます。2位、ともちん、あっと、岐阜県さん、ありがとうございます。1位、ことねさん、ありがとうございます。4200人の方も見に来てくださって。初めてです、こんな視聴者数は多いの。めっちゃ嬉しい。やばい、これさ、コメント読んじゃったら一生終わらへんねんけど、もうちょっと終わろうと思います。明日もあるので、皆さん明日もいっぱいね、話しましょう。また明日、おやすみ。バイバイ、あれ？おやすみなさい、バイバイ。